はい、ということで今日は奥さんがまたはい、走って逃げましたということで、今日はセカンドストリートに洋服第2弾持っていきます。で、かなり今回量があるんで、まず僕のものを、ユニクロのスウェットとか、なんか GU のシャツ、 GU の去年の夏着てたシャツとか、デニムパンツとか、これもなんかユニクロの全然着てないロンティと、あとなんかタンクトップ、あとアンドエっていうブランドのハンカチだとか、リーバイスのショートパンツが僕のもので、あとは女性用の、ちょっと待ってくださいね、女性用キルティングベストとか、フードパーカー、スウェット、セーター、あと僕のバッグ、サコッシュバッグに女性用のミリタリーブルゾン、レプシムローリーズファームですね、と、あとこれはこれもレプシムの女性用のコートということで、これを全部セカンドストリートにまた持っていこうと思います。いくらになるかな、1000円ぐらいになるかなとりあえずランチ代だけでも行けばいいかなと思います。じゃあ行ってみたいと思います。前はね、結構ブランド物があったからね、だいぶね金額良かったけど、今回ちょっと微妙だけど、まあ、なんとかなるかな。このパーカーは無印、無印だろうね、無印のパーカーも。とにかく服の量が半端ないので一回整理しないといけないということで、セカンドストリート、 IKEA のビニール袋がパンパン、ものすごい量。まあちょっとね、アウター系が多いので、じゃあ行きましょう。行きますよ。では行ってきます。今日も駅前のブーツで行きます。ガソリンがない、全然。強風、旗が倒れてるから、あそこには車止められない。ちょっと広いところに止める。危ない、旗で車を。オッケー、じゃあここら辺ちょっと止めよう、広いところですね。一発駐車。じゃあとりあえず行きましょう。セカンドストリートね、ポンタカードがたまるんだって。ポンタカード、よし、じゃあ行こうか。とりあえず今査定待ちで15分から20分で、まあ1000円いったらマックでランチできるかな、まあ、1000円ぐらい行きたいな。はい、ということで行ってきました。はい、ランチはお預けです。380円。はい、380円あげます。まあね、5円とかもある。一番高いのがね、多分このよくわかんないけど、とにかく50円とか10円とか200円とか、多分アウターが200円とかかな。まあ言ってもユニクロとか GU なので、まあそれなりかなとは思ったけど、案の定っていう感じで、まあ380円でもいただけたらありがたいですね。ゴミ袋代浮いたっていう感じで終わりにしたいと思います。じゃあとりあえずランチは無理だけど、まあどっかでジュースぐらい買えるかなと思いますので、じゃあちょっとまた日常行きたいと思います。380円って最高でしょ。最高でしょ。やっぱりブランド物がないと厳しいね。まあでもありがたいね、380円でもいただけたらね。まあ確かに捨てたらゴミだけど、買い取りしてもらったら誰かがね、またね来てくれるかもしれないしね、まあよしとしましょう。レシート
ガソリンが廃屋で、ここ今エネオス、エネオスで144円、3000円分 20.83 リッター、まあ、こんなもんかな。よし、じゃあラーメン行きますか。380円、少しでも足しになると380円、少しでも足しになると思います。じゃあラーメン行きたいと思います。すぐそこのラーメンラクっていうところ行ってきます。お、開いてる開いてる。ここからバックで、開いてるのかな。一番走っちゃう。今日珍しく寒いと思ったら、山の方見たら雪、雪が積もってる。すごいね。 iPhone6 倍。雪か、雪とこの海がすごい荒い。荒れ狂う日本海、すごいな。猛烈な風、猛烈な風、すごい荒れ狂ってる。すごいね、海の荒れ具合と風がすごいね。雪も久しぶりに、しかも山とか積もってる。すごいな。撮ってる撮ってる、荒波、荒波を撮っています。すごいな、飛ばされる。すごいね、やばい。なんかハプニング続きやね。380円だったり雪だったり荒波だったり、最高だね。あ、でも確かに雪積もってるね。頂上付近やっぱ雪積もってるな。ピントが合わないね。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、また第2弾みたいな形でセカンドストリートに、まあ本当は処分するような洋服を持って行っていくらになるかなと思ったら380円、なかなかのいいオチだったんじゃないでしょうかと。あとね、下関今日すごく風が強くて天気が悪いという感じで終わりにしたいと思いますので、まあまだね、時間が1時半過ぎなので、その辺プラプラして帰りたいと思いますので、では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝吉でした。ではまた見てください。今日はかなりの日常ですね。なかなかいい日になったんじゃないでしょうか。では薬局から出てきた。